最初の単語はこちらです。ストーン、嵐。皆さん、嵐を想像してみてください。ジャニーズの嵐ちゃいますよ。もう、あの風がビュービュー吹いてる嵐です。嵐はね、風が特に強いですよね。風が特に強いから、いろんなものがすっ飛ぶんですよ。いろんなものがすっ飛ぶ嵐。いろんなものがすっ飛ぶ嵐。ストーム、嵐。はい、覚えたー。続いての単語はこちらです。シェラフ、棚。皆さん、イケアって知ってますか？イケアってね、もう超おしゃれで、そしてまた超安いっていうね、すんごい家具屋さんなんですけども、この前そこでね、棚を買いに行ったんですよね。イケアがなんで安いのかって言ったら、自分で棚をピックアップして、そしてそれを家に持って帰って、そして自分で作るんですよ。まさに、セルフで棚を作るんです。セルフで棚を作る、シェルフ、棚。はい、覚えたー。続いての単語はこちらです。フレクエント、頻繁な。皆さん、食品ロスをなくすための手前取りっていう運動してますか？スーパーやコンビニなどで、賞味期限の切れかかっているものを手前に置いているので、そっから取りましょうってやつです。僕がよく行くね、お惣菜屋さんがあるんですよ。そこめっちゃ美味しいんですけど、ちょっとね、怖い変わったおじいちゃんがやってるんですよね。で、そこでも僕ついね、奥から取っちゃったんですよ。そしたらそのおじいちゃんが、バーってやってきて、フリーの食えって言ってくるんですね。古い手前のもんから食えって言ってるんですよ。で、今度次行ったら、もういなかったんですよ。あ、今度おれへんわと思って、また奥から取ろうとしたんですよ。そしたら、急に後ろから、フリーの食えって、何回も何回も頻繁に言ってくるんですよ。フリーの食えと頻繁に言う、フリークエン、頻繁な。はい、覚えたー。続いての単語はこちらです。インタレクト、知性。こちらはパーツに分けて見ていきましょう。最初の部分は間です。これはインターネットのインターと同じ語源です。インターネットというのはスマホとスマホの間をつないでますよね。最後のレクトは集めるです。これはコレクトと同じ語源ですね。間と集めるがなぜ知性になるのかというと、これは人と人との間に入って情報を集めるってことなんですね。情報を集めると知性が高まるわけですね。インタレクト、知性。はい、覚えた。続いての単語はこちらです。まあです。控えめな。こちらもパーツに分けて見ていきましょう。最初の部分は、これは型という意味です。これはプラモデル、模型と同じ語源ですよね。型にはまっているから控えめなとなるんですけども、逆に型にはまってないことを型破りっていうじゃないですか。その反対だと考えると分かりやすいと思いますよ。まあです。控えめな。はい、覚えた。これで前半5つ終了しました。素晴らしいです。この調子でさらに5個覚えてもっと賢くなりましょう。続いての単語はこちらです。グラビティ、重力。これは知っててシリーズですよね。G がかかるって言いませんか？例えば、ジェットコースターに乗って G がかかるって言ったら、これ重力がかかっているっていうことですよね。G から始まってますよね。深く理解するために語源も見ていきましょう。最初の部分は実は重いって意味があるんですね。だから重力なんですね。で、重力で思い出したんですけど、僕ちっちゃい頃ね、少年野球やってて、フライ取るのがめっちゃ嫌だったんですよ。でね、フライ取るときにもうグラブがいってーってなるんですよ。でもこれって重力の仕業なんですよ。グラブいてーのは重力のせい。グラビティ、重力。はい、覚えたー。続いての単語はこちらです。グレイブ、重大な。こちらもパーツに分けて見ていきましょう。これは先ほどのグラビティと同じ語源で重いって意味ですね。重いから重大なんですよね。グレイブ、重大な。はい、覚えた。続いての単語はこちらです。グリーフ、悲しみ。こちらもパーツに分けて見ていきましょう。最初の部分はこれグラビティと同じ語源の重いって意味です。この悲しみっていうのは心が重い状態ですよね。グリーフ、悲しみ。はい、覚えた。続いての単語はこちらです。ディスカード、捨てる。こちらもパーツに分けて見ていきましょう。最初の部分のディスは離れるという意味です。これはディスタンスのディスです。そしてカードなんですけども、これはトランプのことをカーズと言います。なのでこのカードを離すとどうなるんですか？カードを捨てるっていうこととも考えますよね。ディスカード、捨てる。はい、覚えた。最後の単語はこちらです。afterward、その後。こちらもパーツに分けて見ていきましょう。after は後ですね。そしてワードは何々の方へってことですけども、サッカーのフォワードは前の方へいる選手たちのことですね。後の方へなので、その後。そのまんまやんですよね。afterward、その後。はい、覚えた。最初の単語はこちらです。grain、穀物。穀物っていうのは麦とか稲のことですよね。では、いい穀物が育つにはどんなものが必要ですか？それはまあいろんなものがありますけれども、雨って重要だと思うんですよ。
例えば酸性雨のような汚い雨でいい穀物を育つと思いますか？いい穀物にはいい雨です。そう、グッドレイン、グッドレインで育つ穀物、グレイン、穀物。はい、覚えた。続いての単語はこちらです。ポリッシュ、磨く。僕ね、中学時代バスケ部やったんですけど、その隣のコートにね、バレー部があって、そのバレー部の顧問がね、道具の手入れにすごくうるさい顧問だったんですね。特にバレーのポールはフィッカピカに磨けって言ってるんですよ。だから僕ら見たらバレーしてるよりもポール磨いてる方が多いんですよ。ポールを一生懸命磨いてるんです。でも練習してない。ポール一生懸命磨く、ポリッシュ、磨く。はい、覚えた。続いての単語はこちらです。ガーベージ、生ゴミ。忘れもしない予備校講師初授業。もうね、ビシッと高級なスーツ着て行ったんですよ。ただね、ちょっと寝坊しちゃってね、慌てて駅に向かってたんです。そしたらスルンと滑ってね、なんと僕ゴミ置き場に突っ込んでしまったんですよ。そしたらガーン、べっちょりついた生ゴミ、ガーン、べっちょりついた生ゴミ、ガーベージ、生ゴミ。はい、覚えた。続いての単語はこちらです。ベンド、曲げる。僕ね、もうだいぶ年も追ってきました。で、だんだんね、もう身の回りのいろんなことがね、しんどいことどんどん増えてくるんですわ。特にしんどいのが和式便所。和式便所なんでしんどいかわかる？あれね、便所で腰曲げなあかんねんで。そう、便所で腰曲げる、便所で腰曲げる、ベンド、曲げる。はい、覚えた。続いての単語はこちらです。メルト、溶ける。これは知ってたシリーズですよね。はい、そうです、メルティーキスです。メルティーキス知ってますよね。キスは知らんくてもメルティーキスは知ってますよね。メルティーキスっていうのは口に入れるとすぐ溶けるチョコレートのお菓子ですよね。メルト、溶ける。はい、覚えた。その調子、その調子。続いての単語はこちらです。アセンド、上がる。ディセンド、下る。こちらはパーツに分けて見ていきましょう。最初の A は方向を表します。そして鮮度は上がるという意味があるんですが、これはスキャンダルと同じ語源です。スキャンダルというのは飛び上がって驚くニュースのことですね。上の方向に上がるので上がるです。ディセンドの方も鮮度が入っているんですが、この最初の部分否定と考えると分かりやすいです。上がらないですから下る、降りるとなるわけです。アセンド、上がる。ディセンド、下る。はい、覚えた。続いての単語はこちらです。ディセンダント、子孫。こちらもパーツに分けて見ていきましょう。はい、こちらは先ほどのディセンドにアンドがついたものです。これはアシスタントとか人を表す言葉ですね。そしてディセンダントというのは先祖からずっと下ってきた人、そう、子孫ですよね。ディセンダント、子孫。はい、覚えた。続いての単語はこちらです。グラジュアリー、徐々に。こちらは知ってたよシリーズですよね。はい、グラデーションです。グラデーションというのは徐々に色が変わることですよね。その副詞形ですから徐々にという意味です。グラジュアリー、徐々に。はい、覚えた。最後の単語はこちらです。 especially、 特に。こちらはパーツに分けて見ていきましょう。スペシャルが隠されてたんですね。スペシャルは特別ですよね。その副詞形ですから特にとなるわけです。 especially、 特に。はい、覚えた。最初の単語はこちらです。 starve、 植える。この前ね、仕事終わりでお腹ペッコペコでね、店入ろうと思ったらね、全然店見つからなかったんですよ。ほんで、ようやく見つけたのがもうスタバだけやったんですよ。で、スタバってね、あまり食べ物ないじゃないですか。もうええわと思って入ったんですよ。そしたら、全部売り切れてるんですよ。僕もうスタバで飢え死にしそうになったんですよ。そう、スタバで飢える、スタバで飢える、スターブ、飢える。はい、覚えた。続いての単語はこちらです。ステム、生じる。僕のね、生徒でラグビー部の子がいるんですけども、この前ね、もう傷だらけでね、教室入ってきたんですよ。ラグビーって体と体のぶつかり合いのスポーツですよね。だから捨て身でボールを奪いに行かないといけないです。それは傷も生じますよね。そうです、捨て身で傷が生じるスポーツなんです。捨て身で傷が生じる、ステム、生じる。はい、覚えた。続いての単語はこちらです。アナウン、名誉。僕のね、教え子がね、アナウンサーになったんです。アナウンサーっていうのは華やかな仕事で、みんなが憧れる仕事なので、本当になるの難しいことですよね。彼女はずっと努力してとうとうアナウンサーになるんです。アナウンサーになるっていうのは名誉なことですよね。アナウンサーになることは名誉だ。アナ、名誉。はい、覚えた。続いての単語はこちらです。プリズン、刑務所。こちらはパーツに分けて見ていきましょう。はい、最初の部分は掴むという意味です。これはサプライズと同じ語源で、サプライズ、驚かせるっていうのは急に掴んで人を驚かせるっていう意味なんですね。
捕まえられた人が入るところが刑務所ですね。プリズン、刑務所。はい、覚えた。頑張れ。続いての単語はこちらです。エンタープライズ、企業。こちらもパーツに分けて見ていきましょう。最初の部分、エンターはインターネットのインターと一緒の語源の間です。インターネットというのは端末と端末の間をつなぐものですよね。そしてプライズはサプライズのプライズで掴むです。企業というのは人と人の間に入って仕事を掴む、引き受けるものですよね。エンタープライズ、企業。はい、覚えた。続いての単語はこちらです。コンプライズ、構成される。こちらもパーツに分けて見ていきましょう。最初の部分、コムは一緒にという意味で、プライズは掴むでしたね。共に掴むがなぜ構成されるになるのかというと、例えばサッカーチームが11人で構成されているっていうのはどういうことかというと、たくさんいる人の中から11人を掴んで束ねていますよね。コンプライズ、構成される。はい、覚えた。続いての単語はこちらです。ギャランティー、保証する。こちらは知ってたよシリーズですよね。はい、そうです。ギャラって言いますよね。ギャラは出演料のことですね。ギャラっていうのは出演したことでお金を保証していることですよね。ギャランティー、保証する。はい、覚えた。続いての単語はこちらです。エクセプション、例外。こちらもパーツに分けて見ていきましょう。エクスは外という意味があります。そしてセプトは受け取るという意味なんですが、これはコンセプトと同じ語源ですね。コンセプト、考えというのはみんなが共通で受け取っている考えのことですね。外部で受け取るというのは取り除かれるということですね。例外というのは通例から外れた、取り除かれたものですね。エクセプション、例外。はい、覚えた。続いての単語はこちらです。コレクト、正しい。こちらもパーツに分けて見ていきましょう。はい、最初のコはコンプリートのコンと同じ語源で完全です。そしてレクトはまっすぐなんですが、これはダイレクトのレクトです。ダイレクト、直接っていうことから考えると分かりやすいですよね。完全にまっすぐっていうのはピシッとしていることなので、正しいとつながりますね。コレクト、正しい。はい、覚えた。最後の単語はこちらです。コア、中心、核心。こちらは知ってたよシリーズですよね。はい、コアってカタカナでも言いますよね。例えばコアファンとかコアユーザーっていうのは使うんじゃないでしょうか。コアファンっていうのはたくさんファンがいる中の中心となるファンのことですね。コア、中心、核心。はい、覚えた。最初の単語はこちらです。フォールド、折る。皆さん、この紙を折るの？ほんまにこの紙フォールド？ 1,2,3 はい、この紙折るの？フォールド、折る。はい、覚えた。続いての単語はこちらです。ポア、注ぐ。僕ね、大学時代めちゃめちゃバイトしてたんですよ。ある時家庭教師を2つやって、その後コンビニを夜10時から朝7時までやってね。でその後 2,3 時間仮眠取って喫茶店みたいな感じでね。でただその喫茶店の時はちょっともう眠気でポワーっとしてね、なかなかちょっとフラフラの状態でね、水を注いだりしてたんですよ。こぼしてしまってね、店長からどやされてたんですよ。おい、お前ポワーっとして注ぐなって怒られてました。良い子のみんなは真似してダメだよ。ポワーっと水を注ぐ、ポワー注ぐ。はい、覚えた。続いての単語はこちらです。ポバティ、貧乏。僕ね、大学時代ね、めっちゃバイトしてたんですけども、でもね、実は貧乏やったんですよ。お金入ってきたらね、すぐ飲みに行って、またその友達におごったりとかしてね、やるから全然お金残らなかったんですよ。貧乏なんでポテトばっかり食ってたんですよ。ポテトばっかり貧乏ですよ。ポテトばっかりの貧乏生活、ポバティ、貧乏を、はい、覚えた。続いての単語はこちらです。シンク、沈む。これは知ってたよシリーズですよね。はい、シンクですね。シンクってのは流し台ですよね。流し台っていうのは使った水がどんどん下に沈んでいきますよね。シンク、沈む。はい、覚えた。続いての単語はこちらです。レジャー、余暇。これは知ってたよシリーズですよね。はい、そうです。レジャーですね。ただここで発音注意です。英語ではレジャーと言います。日本語のレジャーは学校や仕事がない時に旅行など遊びに行くことですけれども、英語のレジャーっていうのはその学校や仕事がない状態、つまり余暇のことを表します。だから遊びに行かなくても家でゴロゴロしててもそれはレジャー、余暇を過ごしているとなるわけです。レジャー、余暇。はい、覚えた。続いての単語はこちらです。アドバタイジング。こちらはパーツに分けて見ていきましょう。最初の部分は方向を表して、そしてバーとは向けるって意味になります。これはリバースと同じ語源になります。例えばカードゲームの UNO でもリバースっていうカードできますよね。リバースは順番を逆に向けるという意味ですよね。
なぜ方向と向けるで広告になるのかというと、お客さんの方向へ向けて宣伝をするのが広告ですよね。アドバタイジング、広告。はい、覚えた。続いての単語はこちらです。ビビッド、鮮やかな。こちらもパーツに分けて見ていきましょう。最初の部分は生きるっていう意味があります。これはサバイバルと同じ語源です。サバイバルっていうのは生き残りっていう意味ですよね。生き生きとしているのが鮮やかなっていうことですよね。例えばビビッドカラーって言いますよね。ビビッドカラーは鮮やかな色使いのことですよね。ビビッド、鮮やかな。はい、覚えた。続いての単語はこちらです。バイタル、極めて重要な。こちらもパーツに分けて見ていきましょう。最初の部分は、これは先ほどのサバイバルと同じ語源の生きるっていう意味があります。生きることに関することなので、極めて重要なっていう意味になるわけです。バイタル、極めて重要な。はい、覚えた。続いての単語はこちらです。ビゴラス、活発な。こちらもパーツに分けて見ていきましょう。最初の部分は生きるという意味があります。これもサバイバルと同じ語源です。そして OUS は形容詞を表します。例えばデリシャスもこれですよね。生き生きとして生命力あふれる状態が活発なというふうにつながるわけです。 Vigorous、 活発な。はい、覚えた。最後の単語はこちらです。 Task、 仕事。こちらは知ってたよシリーズですよね。はい、タスクですね。タスクというのはタスク管理とかタスクリストなんていうのに使われますが、そのタスクはやるべきことみたいなイメージですね。で、長文ではこの仕事っていう意味の方でしっかり覚えてください。タスク、仕事。はい、覚えた。最初の単語はこちらです。アナリシス、分析。この前ね、社内で入試問題のね、分析をしてたんですよ。それでね、もう思わずね、あ、すごいその分析はって僕ね、思った人がいて、つい口から出たのが、あ、なるほど、いいっすねその分析って言っちゃったんですよ。でもね、もっと驚いたんだね。あれ、できてる。あ、なるほど、いいっすねその分析。アナリシス、分析。はい、覚えた。続いての単語はこちらです。ポリリと汚染する。皆さん、今日は大事な話があります。ポリ袋が汚染してるんです。このポリ袋が地球を汚染してるんですよ。ポリ袋が汚染する、ポリュート汚染する。はい、覚えた。続いての単語はこちらです。プラネット、惑星。これは知ってたよシリーズですよね。はい、そうです。プラネタリウム、行ったことありますよね。プラネタリウムっていうのは星とか惑星を大画面で観察するところですよね。プラネット、惑星。はい、覚えた。続いての単語はこちらです。various、様々。こちらはパーツに分けて見ていきましょう。最初の部分はバリエーション、変化してますよね。その動詞形バリーが隠れてますよね。 OES は形容詞を表す語尾です。これはデリシャスと同じ語尾ですね。いろいろ変わるってことは様々なってことにつながりますよね。 various、 様々な。はい、覚えた。続いての単語はこちらです。 marvelous、 驚くべき。これは知ってたよシリーズですよね。はい、そうです。マーベル、皆さんマーベル知ってますよね。スパイダーマンとかハルクとか、あれがマーベルです。マーベルっていうのは驚き、驚嘆っていう意味なんですね。スパイダーマンが出てきたら驚きますよね。その OES は形容詞形なので、驚くべきという意味になるわけです。マーベラス、驚くべき。はい、覚えた。頑張れ。続いての単語はこちらです。 sufficient、 十分な。こちらもパーツに分けて見ていきましょう。最初の部分はサブと同じ語源で下という意味があります。サブリーダーとかサブメンバーのサブです。そしてフィクっていうのは作るっていう意味です。これはフィクション、作り話だったり、ファクトリーと同じ語源です。下に作るでなぜ十分なになるのかというと、下に土台を作って積み上がっている状態、それって十分ですよね。サフィシャント、十分な。はい、覚えた。続いての単語はこちらです。ディスティングシュ、区別する。ディスティンクト、明確な。こちらもパーツに分けて見ていきましょう。最初の部分、ディスはディスタンスのディスで離れっていう意味があります。スティングはサスティングです。これはスティック、棒と同じ語源ですが、棒を持った小学生は大体刺してますよね。離れて刺すがなぜ区別するになるのかというと、たこ焼きを焼いているところを想像してください。焼けているたこ焼きを刺して離れたところに置く、これって焼けてないたこ焼きと焼けているたこ焼きを区別してますよね。そしてディスティンクトはディスティングシュの形容詞形なんですが、焼けてるたこ焼きと焼けてないたこ焼きを区別したら、それって明確ですよね。ディスティングシュ、区別する。ディスティンクト、明確な。はい、覚えた。最後の段はこちらです。ノベル、目新しい。イノベーション、革新。これは知ってたよシリーズダブル。そうです、小説ですね。ライトノベルっていうのは聞きますよね。あれって小説ですよね。
そしてこの小節はもちろん覚えてほしいんですが、もう一つ目新しい覚えてほしいんですね。小説っていうのは今までにない空想のお話、つまり目新しいお話ですよね。そしてイノベーションですが、これ聞いたことありますよね。イノベーションを起こすとかって聞いたことないですか？これパーツに分けるともっとズバッとわかりますよ。では見ていきましょう。最初の部分インは中という意味ですね。そして真ん中の部分はノベルと同じ語源で新しいという意味ですね。革新というのは新しいものを中に取り入れることが革新ですよね。ノベを目新しい、イノベーション、革新。はい、覚えた。最初の単語はこちらです。ディボート、捧げる。僕のね、女の子の友達で昔ラブラブな彼氏がいたんですけど、ご両親に大反対されてたんですよ。で、その彼氏は性格もすごくいいしね、優しかったんですけれども、もうものすごい太ってたんですよ。で、そのご両親がデブはダメだって強く反対してたんで、ずっと結婚できなかったんですね。でもある時彼女は、私デブ夫に人生を捧げるって言って反対を押し切って結婚したんですよ。そしたらその彼女は食事制限とかね、本当にその旦那さんに尽くして、その旦那さんは痩せてね、スマートになってめっちゃかっこよくなったんですよ。で、未だにラブラブなんですよ。愛の力って素晴らしいですね。デブ夫に人生を捧げる。リボート、捧げる。はい、覚えたー。続いての単語はこちらです。プライム、最も重要な。こちらは、知ってたよシリーズですよね。アマゾンプライムですよね。アマゾンプライムっていうのは、配送料が無料になったり、動画を視聴できたりっていう極上のサービスですよね。そしてアマゾンでも最も重要なサービスと言ってもいいでしょうね。さらに深い理解のためにパーツに分けて見ていきましょう。はい。波線部分は最初という意味があります。これはプリンス、王子様と同じ語源です。王子様っていうのは王様のたくさんいる子供の中の最初に生まれた男の子のことですよね。そして最初っていうのは一番ですから、一番大切な、最も重要なとなるわけです。プライム、最も重要な。はい、覚えた。続いての単語はこちらです。primary、 第一の。こちらもパーツに分けて見ていきましょう。はい。波線部分は先ほどのプリンスと同じ語源で最初という意味があります。そして語尾は形容詞を表す語尾です。これは imaginary とか literary、elementary などたくさんありますよね。最初で形容詞なので第一のというふうになります。primary、 第一の。はい。覚えた。続いての単語はこちらです。primitive、 原始的な。こちらもパーツに分けて見ていきましょう。はい。波線部分は最初という意味でしたね。歴史の教科書で原始時代は最初に出てきますよね。プリミティ、原始的な。はい、覚えた。続いての単語はこちらです。プライオリティ、優先。こちらもパーツに分けて見ていきましょう。はい。波線部分は最初という意味でしたね。そして最後はこれは名称を表す語尾です。これはセキュリティも同じ ET を使ってますよね。最初っていうのは一番なので、一番大事にするものということで優先となりますね。プライオリティ、優先。はい、覚えた。続いての単語はこちらです。プリースト、聖職者。こちらもパーツに分けて見ていきましょう。波線部分は最初を表しましたね。そして EST は IST と同じく人を表します。ピアニスト、デンティストなども人ですよね。まず聖職者っていうのは牧師さんとか神父さんのことですけども、牧師さん、神父さんは神様のお告げを最初に聞いて、それをみんなに伝える人たちのことですよね。プリースト、聖職者。はい、覚えた。続いての単語はこちらです。ブレスト、胸。こちらもパーツに分けて見ていきましょう。最初の部分は膨らむって意味があります。これはブレッド、パンと同じ語源です。パンは膨らみますよね。そして膨らんだものということで胸を表します。例えば、ブレストキャンセル、これが乳がんとか、ブレストミルク、これが母乳というような意味で使われています。ブレスト、胸。はい、覚えた。続いての単語はこちらです。ボキャブラリー、語彙。これは知ってたよシリーズですよね。そうです。ボキャブラリーです。ボキャブラリーがないなんて言いませんか？ボキャブラリーがないっていうのは言葉を知らない。つまり語彙が少ないっていうことですよね。より理解するためにパーツに分けて見ていきましょう。最初の部分は声という意味があります。これはボーカルと同じ語源ですね。言葉というのは声に出して言いますよね。ボキャブラリー、語彙。はい、覚えた。続いての単語はこちらです。スピシーズ、種。これは種じゃないです。種族の種です。こちらはパーツに分けて見ていきましょう。はい。最初の部分は見るという意味があります。これはリスペクトのスペクトと同じ語源です。尊敬している人は何度も見てお手本にしますよね。種というのは生物的分類のことなんですが、例えば哺乳類の中に犬とか人とか猿という種類の動物がいるわけです。それは見分けるために分類しているものですよね。スピーシーズ、種。はい、覚えた。
続いての単語はこちらです。シニア、年上の。こちらは知っててんシリーズですよね。シニアですね。シニアっていうのは日本語ではお年寄りを表すと思うんですが、英語のシニアっていうのは単に年上のっていう意味を表すので、お年寄りとは限りません。シニア、年上の。はい、覚えた。最初の単語はこちらです。ヒューミン、湿った。この前ね、カフェで授業準備をするためにテキストを開いて問題を解いてたんですよ。そしたら隣のね、席のおばちゃんが水をぶちまけてしまったんですね。その時水がヒューッと飛んできて、僕のテキストがびしゃびしゃになっちゃったんですよ。そう、ヒューッと水が飛んできてテキストが湿ったんですよ。ヒューッと水が飛んで湿った。ヒューミンと湿った。はい、覚えたー。続いての単語はこちらです。セイント、聖人。これは知っててんシリーズですよね。はい、そうです。セントバレンタインデーですよね。これは英語ではセイントバレンタインズデーと言います。バレンタイン神父さんにちなんで作られた日なんですね。そしてサンタクロースもセイントニコラウス、ニコラウス神父がモデルになったと言われています。神父さんは聖人ですよね。セイント、聖人。はい、覚えた。続いての単語はこちらです。セイクリッド、神聖な。こちらはパーツに分けて見ていきましょう。最初の部分は聖なるという意味ですが、これはセイントと同じ語源になります。そして形容詞なので神聖なという意味につながるわけです。セイクリッド、神聖な。はい、覚えた。続いての単語はこちらです。サクリファイス、犠牲。こちらもパーツに分けて見ていきましょう。最初の部分は先ほどのセイクリッドと一緒で聖なるという意味でしたね。FI ですけれども、これはサティスファイの FI と同じで動詞を表します。聖なる儀式を行うために必要なのは生贄ですね。生贄というのは犠牲ということです。サクリファイス、犠牲。はい、覚えた。続いての単語はこちらです。ダイレクト、方言。こちらはパーツに分けて見ていきましょう。はい、最初の部分は間という意味があります。そしてレクトはこれは話すですけども、レクチャーと同じ語源です。レクチャー、講義っていうのは話してますよね。あれ、ちょっと待って、なんでダイヤが間やねんって思った人います？じゃあカタカナでダイアって書いてみてください。逆から読んだらアイダってなってますよね。これは特定の地域の間で話されている言葉、それが方言ですよね。ダイレクト、方言。はい、覚えた。続いての単語はこちらです。ダイアログ、対話。こちらもパーツに分けて見ていきましょう。最初の部分、ダイヤは先ほどと同じで間ですね。そしてローグなんですけども、これは話っていう意味になります。プロローグっていうのは聞いたことないですか？プロローグっていうのは小説などの本編に入る前の前語りの部分ですよね。そして二人の間の話、これが対話となるわけです。ダイアログ、対話。はい、覚えた。続いての単語はこちらです。ダイアミル、直径。こちらもパーツに分けて見ていきましょう。最初の部分はダイヤ、これは間の意味でしたね。そしてミーターなんですけども、これは測るという意味です。これは日本語ではメーター、メーターと言いますが、例えばタクシーのメーター、ガス、電気、水道のメーター、すべて測ってますよね。直径っていうのは円の端っこと端っこの間の長さのことですよね。ダイアミル、直径。はい、覚えた。続いての単語はこちらです。スカー、学者。スカラシップ、奨学金。こちらもパーツに分けて見ていきましょう。最初の部分は学校という意味です。これはスクールが隠れてますよね。そして AR は人を表す語尾です。ライアー、嘘つきも同じ語尾ですね。学校で研究している人が学者となりますね。スカラシップは学者にシップがついたものです。シップというのは名称を表す語尾で、フレンドシップ、友情と同じ語尾です。シップにはいろんな意味がありますが、今回は心の状態を表しているものだと思ってください。フレンドシップ、友情というのは友達に対しての思いですよね。そしてスカラシップは学者を支援したいという気持ちから生まれたのが奨学金です。スカラ、学者。スカラシップ、奨学金。はい、覚えた。最後の単語はこちらです。テリトリー、領土。こちらは知ってたよシリーズですよね。はい、そうです。テリトリーって言いますよね。テリトリーを犯すとか、テリトリーに入ってくるなよみたいなね。それは自分の縄張りのことですよね。そして国の縄張りが領土ですね。テリトリー、領土。はい、覚えた。最初の単語はこちらです。レイジー、怠惰。この前ね、夜コンビニ行ったら店員さんいなかったんですよ。で、すいませんって声かけても出てこなくて、ちょっとね、ひょいとね、レジから覗き込んだら、なんとね、床に座って雑誌を寝たんですよ。レジで怠惰な店員おったー。レジで怠惰な店員、レイジー、怠惰な。はい、覚えたー。続いての単語はこちらです。タイ、潮流。この前ね、初めて海釣り行ってきました。船に乗ってね、ガイドさんもつけて行ってきたんですよ。
そしたらすごい大きな手応えがあってね、そしたらガイドさんがタイですよって言うんですよ。と思って一生懸命ねもう格闘してたんですけど、そこへ潮流れがドーってやってきて、タイがね逃げちゃったんですよ。タイがドーッと潮流れで逃げちゃったんですよ。タイドーッと潮の流れに飲み込まれる、タイの潮流、はい覚えたな。続いての単語はこちらです。 inner 内側の、これは新テテラシリーズですよね。はい、そうです。インナーですよね。中に着る服インナー、外に着る服アウターのインナーですよね。でもね、これみんな読み方もインナーやと思ってませんか？インナー、これはインナーですよ。発音注意してくださいね。インナー、内側の、はい覚えた。続いての単語はこちらです。 inclined、 傾向がある。こちらはパーツに分けて見ていきましょう。 in は中という意味がありますね。そして cline ですが、これは傾くという意味があります。これはリクライニングと同じ語源です。椅子のリクライニングというのは傾きを変えてますよね。傾向があるにも傾くと書いてますが、折れ線グラフを想像してみてください。折れ線グラフというのはギザギザしていて、いろんな傾きがありますよね。それって傾向を表してますよね。 inclined、 傾向がある、はい覚えた。続いての単語はこちらです。 client、 顧客。こちらもパーツに分けて見ていきましょう。最初の部分は傾くという意味ですね。これはリクライニングと一緒の語源です。そして ent は人を表します。これはプレジデント、ペアレントと同じ語源です。傾く人でなぜ顧客になるのかというと、まず顧客というのは弁護士や会計士などの専門職のお客さんのことです。でそういった専門家に対してお客さんは寄りかかって頼りにしますよね。その寄りかかった時、体は傾いてますよね。クライアント、顧客、はい覚えた。続いての単語はこちらです。 relevant、 関連がある。こちらもパーツに分けて見ていきましょう。最初の部分はリサイクルと同じ re の再びですね。そして lev なんですけども、これは持ち上げるという意味があります。これはレバーと同じ語源です。レバーはレバーを引っ張って持ち上げますよね。では再び持ち上げるがなぜ関連があるになるのかというと、例えば何かを話をしていて関連がある話をしたいときには、以前話をした内容を再び話題に上げますよね。 relevant、 関連がある、はい覚えた。続いての単語はこちらです。 relieve、 取り除く。これは知ってたらシリーズですよね。 relief です。野球の交代するピッチャーのことですよね。 relief っていうのは元々のピッチャーの調子が悪いときに出てくるので、不安を取り除くピッチャーですよね。ではより理解するために語源でも見ていきましょう。最初の部分はリサイクルのリと同じ語源で再びですね。そして LIEV はレバーと同じ語源で持ち上げるです。でこれは肩にのしかかった不安や心配事を持ち上げて取り除くという意味になります。 Relieve、 取り除く、はい覚えた。続いての単語はこちらです。 Casual、 形式ばらない。これは知ってたよシリーズですよね。カジュアルです。カジュアルな服とかって言いますよね。カジュアルな服っていうのはスーツや制服と違ってラフで普段着の形式ばらない服のことですよね。カジュアル、形式ばらない、はい覚えた。続いての単語はこちらです。タイト、きつい。これは知ってたよシリーズですよね。タイトなって言いますね。タイトなズボンとかタイトなスケジュールとかって言います。でもタイトなズボンっていうのは細いズボンのことだと思ってませんか？タイトっていうのはきつい方ですよ。タイトなズボンを履くときつい、締まった感じがしますよね。タイト、きつい、はい覚えた。最後の単語はこちらです。チャット、おしゃべりをする。これは知ってたよシリーズですよね。チャットです。チャットっていうのは LINE などのチャットアプリっていうのは吹き出しが出てきておしゃべりをしてますよね。あとはチャット GPT がありますね。チャット GPT っていうのは AI とおしゃべりをしながら文章などを作ってもらうサービスのことですよね。チャット、おしゃべりをする、はい覚えた。最初の単語はこちらです。ファン、好んでいる。この前ね、大講義室で授業した時に、なんかちょっとうるさいんですよ。たら、女の子がいっぱいいてね、うちわ持ったり、ペンライト持って、カッサン好きみたいに言ってるんですよ。え？俺もなんか人気出てんの？ファンがドーッと押し寄せて、カッサン好きやってっていうとこで目覚めたんですよ。ファンドーッと押し寄せて、好きって言ってる。ファンド、好んでいる、はい覚えた。続いての単語はこちらです。スタッフ、株。この前ね、僕ね、ふと思いついてね、株を買っちゃいました。でもね、それがね、100円で買った株がスーッと株が上がって10万円になったんですよ。でもね、そこで目覚めちゃいました。
スーッと株が上がる。スタート株、はい、覚えたー。続いての単語はこちらです。ラダー、はしご。この前ね、道を歩いてたら若い女の人の声がキャー聞こえたんですよ。え、なになにと思ったら、黒ずくめの男たちが女の人を連れ去ろうとしてるんですよ。え、どうしようどうしようと思ったら、また向かいの建物の2階から仮面ライダーが現れたんですよ。で、仮面ライダーが、おい、お前たち、そこで待ってろって仮面ライダーが言ってるんですよ。え、仮面ライダーかっこええと思って見てたら、ゆっくりとはしごで降り出したんですよね。え、飛ばへんのはしごなんっていうところで僕目覚めちゃったんですよ。ライダーはしごで降りる、ラダーはしご、はい、覚えたー。続いての単語はこちらです。ボーダー、境界。これは知ってたよシリーズですよね。そうです、ボーダーです。ボーダーっていうのは模試や入試で聞いたことありますよね。あれは合格ラインのことです。つまり受かるか受からないかの境界のことですね。ボーダー、境界、はい、覚えた。続いての単語はこちらです。 Definitely、 明確に。こちらもパーツに分けて見ていきましょう。最初の部分は脅威を表します。そして FIN は Finish と同じ語源で終わるですね。ここで終わりですとはっきりさせる、それが明確にとつながるわけです。 Definitely、 明確に、はい、覚えた。続いての単語はこちらです。 Justice、 正義。こちらはパーツに分けて見ていきましょう。 Just は正しいという意味がありますが、これは Just 5時なんて使い方しますね。 Just 5時というのはちょうど5時、つまり正確に5時ということです。で、正しいことが正義となりますよね。 Justice、 正義、はい、覚えた。続いての単語はこちらです。Justify、 正当化する。こちらもパーツに分けて見ていきましょう。 Just は先ほどやりました正しいという意味でしたね。そして Fi は動詞を表す語尾になります。これは Satisfy も同じですね。正当化するというのは、たとえ間違っていることでも正しいってことにするのが正当化するという意味です。 Justify、 正当化する、はい、覚えた。続いての単語はこちらです。 Jury、 陪審員。こちらもパーツに分けて見ていきましょう。最初の部分は Just と同じ語源で正しいという意味になります。そして Y は集団という意味なんですが、これはファミリーの Y と同じ意味だと思ってください。陪審員というのは社会で習ったと思いますが、裁判に立ち会う人のことですよね。正しいかジャッジをする集団、それが陪審員となりますね。 Jury、 陪審員、はい、覚えた。最後の単語はこちらです。 Security、 安全。 Secure、 安全な。こちらは知っててシリーズですよね。はい、セキュリティ、これは日本語でも使いますよね。ただ日本語のセキュリティっていうのは防犯という意味で思ってませんか。英語のセキュリティっていうのは警備、安全の意味になります。そしてセキュアっていうのはセキュリティの形容詞形ですので、安全なとなるわけです。セキュリティ、安全。セキュア、安全な、はい、覚えた。最初の単語はこちらです。トレジャー、宝物。僕ね、小さい頃から全然ゲームやなかったんですよ。で、僕の小さい時はね、ドラクエが大流行りだったんですよ。で、今ってスマホでドラクエ全部あるじゃないですか。失った時代を取り戻そうと思ってドラクエ挑戦したんですよ。そしたら宝箱ありますよね。宝箱を取ろうとするんですけど、宝箱開けれないんですよ。僕もそれでドラクエ断念しました。トレンドジャー宝物、トレンドジャー宝物、トレジャー宝物、はい、覚えた。続いての単語はこちらです。 Democracy、 民主主義。こちらは知ってたよシリーズですよね。そうです、大正デモクラシーです。これは社会で習いましたよね。明治代までは政治というのは一部のお金持ちや権力者たちによって行われているものでした。それが大正時代になって一般大衆に選挙権が与えるようになったんですね。それって民主主義ですよね。そしてそれが大正デモクラシーなんです。デモクラシー、民主主義、はい、覚えた。続いての単語はこちらです。プリビレッジ、特権。これはパーツに分けて見ていきましょう。最初の部分は個人を表しますが、これはプライベートと同じ語源です。そして LEG、 これは法の意味なんですが、これはリーガル、法律と同じ語源ですね。法というのはルールですので、個人的なルール、それが特権となるわけです。プリビレッジ、特権、はい、覚えた。続いての段はこちらです。 Embrace、 抱きしめる。こちらもパーツに分けて見ていきましょう。 Embrace の in は中という意味があります。これは IL の in と同じ語源です。そして brace なんですが、これは腕という意味があります。これはブレスレット、ブレスレットというのは腕にするアクセサリーですよね。で、腕の中にということで抱きしめるというふうにつながるわけです。 Embrace、 抱きしめる、はい、覚えた。続いての単語はこちらです。 State、 述べる。 Statement、 声明。こちらもパーツに分けて見ていきましょう。最初の部分はスタンドと同じ語源で立つという意味があります。
英語では言葉を述べるっていう時に言葉を置くというイメージで使ってるんですね。なので言葉を置いてその場に立たせている、それが述べるとつながるわけです。そしてステートメントはその名詞形なので述べられたもの、だから声明となるわけです。ステート、述べる、ステートメント、声明、はい、覚えた。続いての単語はこちらです。デンス、恋、これは知ってたよシリーズなんですよ。はい、そうです。コンデンスミルクって知ってますよね。そうです、練乳のことです。練乳っていうのは濃縮された濃いミルクですね。デンス、濃い、はい、覚えた。続いての単語はこちらです。コンフォーム、従う、こちらもパーツに分けて見ていきましょう。は共にという意味になります。これはコンビ、コンビネーションと同じ語源ですね。そしてフォームは形です。これはユニフォームとかフォーメーションと同じ語源ですね。同じ形で従うとなるのは、例えばルールに従うっていうのはみんなで同じ型の中にはまるっていうことですよね。コンフォーム、従う、はい、覚えた。続いての段はこちらです。フォーミュラ、公式、こちらもパーツに分けて見てみましょう。フォームは先ほどと同じ形ですよね。決まりきった形が公式となるわけです。例えば数学の公式は決まりきった数式があって、そこに数字を当てはめて答えを出しますよね。フォーミュラ、公式、はい、覚えた。最後の段はこちらです。オーバーロー、全体的な、こちらは知ってたよシリーズですよね。オーバーオールです。オーバーオールというのはズボンですが体の上まで覆ってますよね。つまり全体的に覆っているズボンのことですね。より理解するためにパーツに分けて見ていきましょう。オーバーは上という意味が基本ですが、そこから覆っているという意味があります。そしてオールは全てですね。全てを覆っているので全体的なとなるわけです。オーバーロー、全体的な、はい、覚えた。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、覚えたー。